はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2ですね。とりあえずようやくブリーフィングルームに来たので、まあ少し見ていきましょう。まずチップ報告があるんでこれをやってみよう。あ、グールのチップコンプリート、ヒール1を習得しました。まあ回復かな、まあ、セーブはさっきして話をする。お前たちはコロニーキューブの探索だ。敵組織の情報も欲しいところだが、まずは仲間の探索と、失った力を取り戻すことを優先してくれ。 RX の目撃情報もあったことだしな。各キューブへはゲートポートから行ける、頼んだぞ。ちょっとステータス画面を開いてアイテムとか言ってさっき使っちゃったし、なんもない。装備とかあるんだ。素材、高品質の断熱材、ランク5、耐性アップ。火の耐性が上がる。ランク5ってなんすかね、レア度っすかね。貴重品はなんもない。スキルを使用します。スキルは多分なんもないでしょ、みんなないね。スキルツリー、これまずこれを覚えないといけないってことか。フレームスラッシュストライク、レベル1、威力120、敵単体。はあはあ。今 AP15 あって AP コスト5。みんな AP10 くらいあるのか。とりあえず1個ずつみんな覚えていきましょうか。これを覚えないと話にならないっぽいですからね。あとこれを覚えて、ゼロナックル。あ、威力も上げられるんだ、このまま。マシンキャノン。マシンキャノンって弱そうだけどな。マシンキャノンレベル3、マシンキャノンレベル2。ゴッドフィールドダッシュ。あ、先制して放ちます。いずれにせよ AP が足らなそうだからな。AP ってどうやってたまんの、そもそも。まあ、とりあえず1個ずつ覚えましたと。ステータスはまあいいか。メーターがちょびっとしかない。ああ、でもウルトラマンゼロ攻撃力高いな。やっぱウィザードは魔法使いだけあって、さっきフォースを覚えたからこれか。なんかあるよね。ああ、ヒールがある。ヒットポイント200回復、これこいつに装備させよう。 OK。クエスト確認、メインクエスト、今これか。仲間の行方、コロニーキューブで仲間を見つけ出そう。サブクエストとかもあるみたいですね。オプション、メッセージスピード、音量、まあこのままでいいでしょう。ヒーロー BGM、 戦闘中のヒーロースキルのヒーロー BGM を演出終了後も鳴らし続けるか設定します。まあ一応このままでいいや。まあ、ヒットポイントは表示する。OK。じゃあこれはなんだ、バツ押せばいいのかな。おう、アイテムラボ、アイテムを売買します。お金とか持ってんの俺今。そこすらわからない。マテリアル23、え、高っ。23円しか持ってないのに50円もすんの。感染を回復する。高いな。装備もある。明日のパンツってなんだ。寝床がなくても生きていける派手な柄のパンツ。モビルスーツとかがパンツ履くのかよ。バガミール、まれに回避率を下げる。いらないな。マックナイフ、超高え。マジで今後お金入ってくんの。倉庫とかなんもないし。だって、あ、アイテム預ける、引き出すしかない。いいや。じゃあゲートポート行きましょう。ダンジョンへ移動します。キューブ選択。あ、なるほど、このキューブ間を行くってことね。今第一キューブ、コロニーキューブ、これがあれ、マウンテンキューブって言ってたっけ。え、どこ行けって言ってたっけ。コロニーキューブ、ちょっと待って待って待って、もう分かんない。ブリーフィングルームでもう一回話を聞こう。コロニーキューブの探索だ。あ、コロニーキューブをとにかく探索すりゃいいのね。 OKOK。 まあちょっと普通にコロニーキューブ行きましょう。なんかまあマウンテンとか行くと敵強そうだし、どっから探索すんのこれ。こっちはなんもなさそう。
あそこで多分戻れますね、光の輪みたいなのが。何かで掘り返されたような跡がある。え、それだけ？これこっち行ける。ちょっとマジわかんねえ。なんもない。とりあえず進んでいくか。おお、敵が出た。これは誰？ガバドン。まあ普通に行きますか。一発じゃ倒せないのか。19。おお、なんか2回攻撃来た。ウルトラマンゼロ強い。ここで手に入るのか。お、ライフキットをゲット。AP1AP 経験値1 マジで。マテリアル3。全然たまんないじゃん。ガバドン手に入れた。これ結構シビアだな。キュアウイルス、アイテム貴重っすから、ね、高いし。地下誰かいるぞ。よし、近づいて様子を探ろう。この距離だな、見えんだろ。これ何キャラ？全然わかんない。レギオノイド部隊に次ぐ作業をやめなさい。ここでの作業は中止します。ついにあれのありかが判明したのです。喋れない、栽培マンみたいな感じかな。さあ引き上げますよ。今のはダークゴーネ、ベリアル軍の参謀だ。何かを探していたようだな。一体何を？あれっていうのが気になるぜ。ん？これはなんだ？これは俺の指輪、どこにあった？掘り返した後を調べてたら出てきた。これがお前が言っていた指輪か。これはガルーダっていう偵察や追跡が得意な使い魔を召喚する指輪だ。おかしいな。どうした急に。ベリアル軍の連中はなぜそれを置いていった？普通に考えれば、奴らはこの世界に埋まっている力を自分たちのものにするはずだ。つまりだ、ベリアル軍が探しているあれとは、俺たちのなくした力よりもっと重要な何かということだ。なるほど、冴えてるな、ゼロ。しばらく会わないうちに脳みその方も修行したのか。だからこいつは脳みそとかあんの？ふ、まあな、って冗談はよせ。こいつは思ったより深刻かもしれないぞ。確かにそうだな。だが、とにかくまずは RX の捜索が先だ。指輪手に入れたけど、なんかあんのか？指輪。ちょっとわかんない。まあいいや。このまま進んでいって、調べる。通れません。おっと。左はモビルスーツっぽい。これマラサイか。赤くない。何これ。弱点なし、耐性なし、無効、毒。なんか変なガーンみたいなのが無効になってる。これ一回倒したから見れるのかな。すげえ。てぇ、そこそこ強いな。ウルトラマンゼロ攻撃力強い、やっぱり。オッケー。ライフキットは結構入るな。こっちは何もなさそう。何もない。これあれだな、左上のワーニングっていうやつが多分溜まると敵が出る感じっすね。お、アイテム発見。あれ？また出てきたこいつら。ガバドン。
早い。あれ？ここ来たじゃん。一周したよ。ってことは、ちょっと待って。どっから来たっけ？今わからなくなっちゃった。地図見ないと。ちょっとこっちもう一回行くか。行ってない方向。こっちは行けなかったから。ここは行けなかった。こっちだ。こっちが行けるな。新しい道。バックアタックとかあるんだ。全然バックアタックじゃないし。お、早い早い。めっちゃ早い。何ダメージ当たったのかすら分かんない。ザックスキックでいいかな、じゃあ。いや、でも普通に戦闘見た方がいいかな。ちょっと分かんないや。調べる。もうアイテム。キュアスタン。あ、スタンをキュアできるやつね。こっちもある。これ赤いからいけないな。なるほど、なるほど。1ヒット目だと弱い。うん、あんまりオーバーキルとかも気にしてらんないからな。普通に攻撃するしか手段ないし今。ちょっとこっちへ行くか。なんか一周回って終わりそうだな。一周回って終わりましたね。多分これ地図がないと。なんかどこ歩いてんのって感じになりそうだけど、まあワンスキップでいっか。この速さが一番快適かな、雑魚戦は。オッケー。7円とかか。3本の杭だ。ん？あそこにいるのはジェガンじゃないか。どこにでもいるな、ジェガン。死んでるし。ダメだ。とっくに息絶えてやがる。内側から破壊されたような傷だ。ひどいことをする。クライシス帝国にやられたのか？アリエル、もう少し辺りを探索してみよう。こっち。こっち。まだ体2体か。スペース的にこれ敵3体くらいまでしか多分入んないですね。4体入るのかな。結構複雑だな道が。アイテムがある。キュアネガティブ。ネガティブになるんだ。こいつらモビルスーツだったり仮面ライダーだったりするけど。ああ、3体出てきた。幅的に3体がいっぱいいっぱいな感じがするけど。いて、結構強い。1回ずつ食らうとちょっと減るな。まだレベル2っすからね。こっち戻る感じか。で、こっちが行ってないっすね。おーよ、こいつは一撃で倒せんな。行ってー。
ケー。地面に白い殻のような破片が散らばっている。なんだこれは。またジェガンだ。体が熱い。しっかりしろ。はあ、体が焼けるようだ。お前も同じ症状か。何があったんだ。怪人に襲われた。クライシス帝国の怪人だ。そいつの吐いた白い泡で体温が異常に上がり動けなくなっちまった。だがその後突然黒っぽいヒーローが現れて俺たちを助けてくれた。黒っぽいヒーロー。そいつはどこだ。逃げる怪人を追っていってしまった。どっちだ。この先へ行った。ジェガン、ここは君たちだけで大丈夫か。ああ、こいつらを連れて一旦本体へ戻る。それがいい。俺たちは怪人とそのヒーローを追う。わかった、頼んだぞ。怪人がわからないからな。なんかあのスキルってだって、あ、そっか、これもスキルか。フレームスラッシュストライク。でももったいないよな。お、なんかオートっていうのがある。 X を押すと早っ。オート戦闘は雑魚戦はもうこれでいいかな。あんまりタラタラやっててもちょっとだれちゃいますからね。アイテムを発見。ライフキーと。こっちはいけるけど、こっちもあるな。どっちだ。おーっと、いて。なんかいつの間にかこっち死にそうだな。ずっとオートでやってたら。これいきなりイベントがな、始まるからな。おい、ジェガンが倒れているぞ。どんだけいるんだよジェガン、マジで。そこには2体のジェガンが無残な姿を晒していた。すでに息はない。だから息とかあるの。息してんの。ああ、多分ボスだな。そこで多分 RX が仲間になりそうだな。うわー、バックアタックだ。相手、うわー、マジかー。ちょっと大丈夫でしょう。でもこれ食らうとき食らうな。回復させよう。ヒールを使いましょう。ヒールを、スキルヒール13か。 OKOK。 こいつもちょっと半分くらい減ってんな。これ死んだら どうなんだ。タイトル画面に戻されるとか言ったらマジ最悪だな。これマジ広いんだけど、ここの頃に。うわー、新しいやつが出てきた。アゲハヤミ。おお、なんだなんだ、感染したって出てきたぞ。早すぎてわからない。早すぎてわからないけど結構ヒットポイントが減ってる。マジか。おー、レベルアップ。アゲハヤミ手に入れた。これ毒って継続すんの。大丈夫そうかな。ウィザード。あ、レベル上がるともしかして回復する。これそういうシステム。こっち、まあなんかいろいろいけるけどなんもないよね。こっちか。俺のビッグバンはもう止められないぜ。ああ、先制攻撃ね。アゲハヤミ強い。ゼロ結構ミスるか。オッケー。ああ、回復してますね。レベルが上がると回復するな、これ。
それだけ来てアイテムか復活キットか、まあ、これ死ぬ恐れが全然にあるからな。チュートリアルで死にましたからねなんて言ったって。そろそろウルトラマンゼロがレベル上がるな。でこっちがまだ来てない。おお、イベントが始まった。キュル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 。今の鳴き声は近いな、急ごう。キュルキュルキュル。くわ、これで終わりだ。仮面ライダーブラック、仮面ライダーブラックかそろそろジェガンどもに産みつけた卵も帰る頃。キュルキュル店の数はさらに増えるぞ。キュルキュル。ゲドリアン、一体なぜそんなことを。我らクライシス帝国はかけら捜索のため労働力としてキュルキュル店を増殖させているのだ。かけらの捜索だって。このキューブにかけらがあるのか。さあな、どっちみち貴様はここで死ぬ運命だ。ヒーヒーヒー。キュルキュル点赤キュルキュル点緑。キャハハ、増えた増えた増えた、計画通りだ。さあキュルキュル点よ、まずはブラックを血祭りにあげろ。青赤緑。グワッ。今日どうだ、思い知ったか。クライシス帝国に歯向かう者には死あるのみ。うう、キュルキュル店とどめを刺すのだ。そうはいくか、クライシス帝国、俺たちが相手だ。なんだ貴様ら、さてはブラックの仲間だな。えい、面倒だ、まとめて倒してしまえ。キュルキュル。ということでキュルキュル店カラーと戦闘してないかこれ仮面ライダーキャラ、とりあえずちょっとこれ一回使っていきましょう。ゼロナックル、マシンキャノン。様子を見て、様子を見て。おお、なんか上がった。うわ、マジかよ。これそういやスキップを解除するけど、ちゃんとあるのかな。おお、あ、これあれだ、効かないな、青は。強力、うお、うわ、マジかよ。バルカン。いくつ当たったんだ。あ、68。回復しないとまずい。これ敵強い。これ様子を見てくれてないとちょっとやばいよ。うわ、ひるんでたのかよ。てかあんまり普通の攻撃と変わんなくね。いって、マジかよ、超強い。ピゴンピゴンいってるよ。まだもう一回大丈夫だよね。こいつ左倒しとこ、とりあえず一体でも数を減らさないと。キュルキュル点恐るべし。あ、痛い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 。てぇ、うわぁ、24しか当たんない。こいつ常に回復させてないとまずいな。ドライブオフって、ドライブオンって何なんだっけ、全然わかんないキール。痛い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 。うわー、マジかよー。ちょっとスキップしよう。やばいやばいやばい。なんかこれひるむ、よくひるむな。こいつ攻撃が効かない。こいつひるんでる、ひるんでるやつもさ、あれなんだよね。自分で回復させる、ライフキット。ほら
あわうわーなんだよネガティブって。おい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 、なんすかなんすか、ちょネガティブを直そう。キュアネガティブ、あこれなんか溜まってるから使えるのか。痛い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 、やばい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 。え、ネガティブは治ったけど、今度あれだ、毒にもなってる。よし、やっと倒した真ん中。やばいやばいやばい。このウルトラマンのピコピコなの、なんなの。うわー、やばいやばいやばい。ピコンピコンしてると攻撃力下がるとか。ウルトラマンシステムがちょっとマジわかんないな。うふほほ、これなんかヒーローダッシュ使おう。ダッシュスタート、いくぜ。まあ普通の攻撃だけど、うわーヒールラッシュ1だとあんまり役に立たないの。回復させとこも。マジックパワーがもうない。うわきつかった。新鮮な解毒草。お、おのれ、こうなったら俺が直接。あーなんか来た。待てゲドリアン、ひゃ勝てゾーン、なぜ止める。ボスガンの部隊がベリアル軍の連中に押されてヤバい状態だ。だが俺は仮面ライダーブラックを。ジャーク将軍のご命令だ。むむむ、ならば仕方があるまい。ブラック、そしてヒーローども、今日のところはこれで見逃してやる。だが次は必ず息の根を止めてやるからな。そうはいくか、待つんだ。その仮面ライダーを保護するのが先だ。俺に任せてくれ。奴らの追跡ならガルーダの出番だ。ガルーダプリーズ。なんかカシャカシャやってますね。おお、なんか出てきた。今逃げたクライシス帝国の二人を追うんだ。頼んだぞ。結構目立つよなあいつ。大丈夫か。ああ一人で動ける。うっ、無理はするな。そうだな、とりあえず拠点まで運ぼう。すまない、ゴッドゼロ。ん、なぜ俺たちの名前を。なぜって、ああそうか、俺はじゃなくて今はブラックの姿だったな。俺は RX だ。力を失った影響で前の姿に戻ってしまったようだ。 RX、 お前 RX だったのか。俺もてっきり新たな仮面ライダーかと。知るはずもないな。RX は仮面ライダーブラック、つまり今の俺が太陽の光を浴びて進化した姿だ。そうなのか。ああ、ん？君は確かウィザードだったな。ああよし、大体事情は分かった。とにかく一旦拠点に戻ろう。ゼロたちは仮面ライダーブラックを連れて拠点に戻った。事情を聞いた光はブラックにメディカルルームで力の回復を試すよう指示を出した。そして RX どうだ。ありがとう、体力は回復できた。姿はブラックのままか。俺のことは心配ない。そんなことよりクライシス帝国はかけらを探しているようだぞ。コロニーキューブにかけらがあるっていうのか。ああそういう口ぶりだった。ってことはダークゴーネが言っていたあれっていうのはかけらか。しかもあいつはアリカが判明したと言っていたな。まずいな、連中の手に渡る前に阻止しなければ。メビウスのチームを呼び出したらどうだ。こいつは大勢でかかった方がいい。いや、それが問題が発生した。どうしたんだ。
マウンテンキューブに入ってすぐの場所に何かの見えない壁が出現して行き来ができなくなってしまったんだ。なんだって、壊せねえのか。いろいろ試してみたが無理だった。今壁の性質や構造を調べているところだ。すまないが、しばらくこのメンバーで行くしかない。仕方がないな。わかった、壁の解明は任せた。俺たちは欠片の確保だ。その時レッドガルーダが戻ってきた。ピピピピピ、どうだったガルーダ、クライシス帝国の幹部の行き先は。何言ってっかわからん。何かわかったのか。クライシス帝国とベリアル軍の大規模な戦闘が起きているらしい。場所は？ガルーダが案内してくれる。もしかしてその場所にかけらが埋まっているんじゃないのか。両軍がかけらを手に入れるためにそこへ行き、鉢合わせになって戦闘が始まったってわけか。可能性はあるな。よし、すぐに向かってくれ。ああ。かけらは強烈な闇の力を発している。周囲には何かしらの異常反応があるはずだ。俺も行く。体はいいのか。君は俺たちより力の失い方が激しい。確かに RX としての力は失った。だがやはり俺は前線で戦いたい。いいだろう、ゼロ、ブラックも連れて行ってくれ。おう、そう来なくっちゃな。おお、仮面ライダーブラック仲間になりましたね。よし、じゃあガルーダが教えてくれた場所に向かうぞ。目的地が表示されましたと。そうだ、お前たちアイテムラボの機能の一部が復旧したぞ。装備強化の機能だ。詳しくはアイテムラボに行って確認してくれ。てか装備持ってないし。激突クライシス帝国対なんちゃらかんちゃらみたいな。はい、ということで、じゃあ仮面ライダーブラック仲間になりましたね。てかこうボスキャラ系が強いこのゲーム。まあ、ザコも連戦してるとちょっとヒットポイント減ってくるし、うん、なかなか手応えがある感じですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。